2ラウンド目いきたいと思います。めっちゃ波。おはようございます。さすらいスタッフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は5月20日の水曜日です。今午後の2時半ぐらいなんですけど、朝も今日実は入ったんですけど、1日波が良くて点数がまだついてたので、ちょっと2ラウンド目いきたいと思います。朝は結構ハイタイドで、ちょっとタプタプって感じだったんですけど、サイズも胸肩ぐらい、結構サイズも残っててタルメで入ってきて、一気にクッて、掘れるっていうか割れる感じの波で、波は良かったけどちょっと難しくて苦戦しました。今はロータイドなので、ちょっとどうなんだろう。最近朝ばっか入ってて、朝ハイタイドのことは最近多いので、ロータイドで入るの久しぶりなんですけど、ちょっとどんな感じが、見てみないと分かんないんで、とりあえず海に行ってチェックしてみようと思います。今結構雨が降ってて、もう梅雨入りしたんですかね、まだかな。なのでちょっとソロショットが、一応レインコート着せるんだけど、あんまうまく撮れないかも。ということで、新アイテムの提供いただいたインスタ360もあるので、そちら使ってサーフィン撮影していきたいと思います。行ってきます。いや、空いててさ、結構波良さそうです。いい感じで、朝もちょっと水滴ついてるから、朝も久しぶりにルークステーダーのわさびっていう板で入ったんですけど、久しぶりに乗って結構楽しかったんで、2ラウンド目も同じ板で入ります。レッツラゴー。すごい引いてる。面が汗より、面が汗より落ち着いてて、ツルツルの、結構軽めだけどいい感じです。来てよかった。まだ乗せないけど。
はい、お疲れ様です。波はロータイドだったので、ちょっと波が薄いっていうか、朝に比べてサイズもパワーもちょっとダウンしてる感じはあったんですけど、でも本当に綺麗にブレイクしてて、もうめちゃくちゃ楽しかったです。自分のサーフィンで今日思ったことは、結構波のブレイクが早かったので、上手い人たちはしっかり自分でアップスしてスピードつけてパーンって当てたり、みんな決めまくってたんですけど、私はなかなかスピードをつけることができなくて、抜けれなかったり波に追いつかれちゃったりすることがすごい多かったので、結構もったいないなっていうシーンがありました。で、今日は久しぶりにリュークスティーダーのわさびっていうパフォーマンスボードに乗ったんですけど、なんかテイクオフした時に全然スピードが出ないなっていうか、全然なんか走っていかないなっていう感じがすごいして、最近はちょっと浮力があるようなボードに乗ることが多かったので、本当浮力のおかげでスピードを出してもらってたんだなって改めて思いました。パフォーマンスボードに今日乗ってみて、やっぱりこういうボードって板が軽い分リッピングしやすかったり、まあ、ターンが速かったりっていうのもあると思うんですけど、その分しっかり自分で波のこう上下を使って加速していく板なんだなって思いました。やっぱり自分はリッピングしたりこうバチンって当てたりできるようになりたいけど、まず自分でこうスピードをつけることができないと、やっぱりターンだったりすることもできないと思うので、ちょっと改めて波の上下を使うっていうか、自分でスピードをコントロールできるようになっていかないとなって本当思います。バックサイドで一本いい感じに乗れたやつも、たまたまなんか波のいいところに入れて、波が良かったから本当に波に押されて、ただピーってロングライドできてただけだったので、やっぱり本当その上下が全く使えてないっていうか、しっかりトップとボトムを使えるように、何回も言うけど使えるように意識していきたいと思います。もし私ぐらいの実力の時に、こうどういう海の中でどういう意識をしてたかとか、どういう練習をしてたかとか、もしあればぜひコメント欄とかで教えてくれたら嬉しいです。まあとにかく今日は波も良くて本当にいい練習になったなって思うし、最近こうやってモジーズからいろんなボードを貸してもらって、いろんな種類のボードに乗ってるからこそ、今日パフォーマンスボードに乗ってみて自分で気づけた課題とか感じれたこととかもあると思うので、本当良かったなって思います。いつかはこうバチーンって当ててるとこを YouTube にアップできるように頑張りたいと思います。という感じで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。サーフィン頑張ってって思ってくれる方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。